皆さんこんにちは、ラピ TV です。昨日のニュースで速報で伝わりましたトンガの火山噴火、皆さん詳しい場所を分かってない方が多いんでね、今日は Google Earth でどの場所かと、トンガでもどこなのかということを皆さんにご説明したくて今日はこれを挙げました。皆さんも、詳しい方いないと思うんでね、何回もこれは爆発を繰り返して大噴火を毎年起こしているようです。その島を見に行きたいと思います。これが昨日の噴火した時の写真ですね。ひまわり、リアルタイムウェーブの衛星ひまわりが捉えたものです。写真提供は情報通信研究機構 NICT といったところになります。それではその場所を見に行きたいと思います。こちら日本ですね。 Google Earth Pro を立ち上げたところです。そして場所はと言いますと、これがオーストラリア、そしてここがニュージーランド、そしてここに大きな断層がありますよね。海溝と言いますかね、海溝がこういうふうに深くあります。その火山地帯になりますね。そしてニュージーランド、そして上げていきますとゆっくり、ここがトンガというところになります。飛行場とかあってね、綺麗な島です。これがトンガです。どうですか、ここがトンガ、そしてここに何か飛行場があります。そしてここが、ここにある火山が爆発したものではないです。噴火したものではないです。でこの辺トンガ諸島といって、どこが噴火したかと言いますと、ご説明しますと、これがトンガですね。有名なトンガ、そしてその、北の方になりますフンガトンガという島になります。これですね、フンガトンガ。そしてこれズームしていきますとね、ここ海底火山のやはり下からの熱水みたいなものが吹き上げている様子が、Google Earth Pro にも映っておりますね。この辺火山地帯ですよね。海底火山がたくさんある場所で何度も噴火を起こしております。そして今回噴火した島がこのフンガトンガという島になります。もうだいぶ形が変わってますよね。ずっと前はもっと違った形だったんです。この辺にねこの湖があったんですが、またこの位置が変わっております。今回この湖の上、この辺で大噴火があって、おそらくここは吹っ飛んで海水に没したと思われます。今の最新情報ではですね、また新しいそういう写真が入りましたら、お伝えしたいと思います。これが1年前かなにも同じ規模の大噴火を起こしている島、フンガトンガとなります。ここの場所が今回噴火した場所となります。皆さんもこれね、 Google Earth Pro で見ることができます。これですね、これがフンガトンガ島というふうになります。そして綺麗な場所ですね。ちょっと写真を立ち上げます。これです。これがこの綺麗な色をした火山湖と言いますかね、こういった感じです。海底火山が噴火してできた島がこのフンガトンガという島です。今回爆発して大噴火を起こしたのはこの島となります。昨日ですね。時間は日本時間の15日、1月15日13時10分頃、大爆発を起こして噴火した島はこれということになります。結構この島だということをね、報道しているところが少ないんでね、こうどういう島かというのをこう今ご紹介しております。こういった感じです。これがフンガトンガ島となります。そしてね、この近くの地形見ますとね、やはり海底火山でこういうふうに隆起して、過去にもね爆発したような、噴火したような、こういう山がたくさん水没してありますよね。この辺火山列島ですよね。そしてここにも別の火山の島があります。大きな、まるでこうカルデラ湖みたいな感じで、阿蘇山みたいな外輪がありまして、こういった感じ、島ですけどね、かなりでかい噴火があった後のそのこちらも見ることができます。そしてここ写真、こういった横から見た島です。火山島ですね。この辺は火山地帯だと
ということで、大規模噴火が、まあ、1年に1回ぐらい毎年起こっているような地帯ですね。こういうふうに点々とあります。この辺も、まあ、火山島らしい、これはラテ島って書いてありますね。この辺も噴火したクレーターの跡みたいなものもありますので、この辺は火山がもう多い火山地帯だということがわかります。こういった感じで点々と隆起して、こう火山の大噴火によってできたこういった島が点々と見えております。水没しているところもありますね。こんな感じとなります。あたり一帯、この辺がそのトンガ諸島となります。この特にこのラインですね、このラインが特に火山の大噴火が起きている場所となります。そして大きな右横に海溝がありますね、ここに。はい、そしてトンガがここになります。皆さんがよく知っているトンガはこちらとなります。まあ、綺麗なところですね。写真出すとこんな感じです。はい、いろいろありますが、まあ、写真こんな感じとなります。綺麗なところです。はい、今回ご紹介したのは、まあ、この噴火トンガ、今回大爆発を起こして大噴火を起こしたところがこの噴火トンガとなります。写真がこれです。ちょっと拡大してお見せします。はい、これが15日13時10分に大噴火した瞬間の写真です。詳しくお見せしたいと思います。いくつかねデータ取ってますので、ちょっと写真をお見せします。こちらです。これが大噴火した、まあ、写真の映像です。そして次です。はい、提供はひまわりリアルタイムウェーブの写真からですね、これです。そしてこれが噴火した時の、はい、まあ、キノコ雲みたいなドーンと爆発した時のここ外に見えているのは衝撃波ですね。空気の波といいますか、爆発によってここ振動、空気の振動で波が出て伝わっていく、その衝撃波まで映っております。そして次です。はい、これがその拡大した写真となります。そしてまっすぐした写真、位置がこれがトンガとなります。そしてそのこの海のところにある島の、先ほどの島から大噴火が起きた、これがその瞬間の映像と衝撃波まで映っておる映像です。そういったわけで皆さんもね、この位置見てくださいね。トンガ位置はこういうふうに引きますよ。こんな感じになります。まあ座標貼っときますね、下に。この座標、昨日大噴火起きた噴火トンガ島、こちらの島で大噴火が起きたということで、ここ無人島なんでね、皆さんこういった感じで、まあ、大噴火した場所には人は住んでないということになります。ではまた不思議な場所、またニュースなどありましたら投稿したいと思います。昨日のトンガの噴火、大火山の噴火の様子を、今日はその場所をね、皆さんにご紹介しました。ではまたです。さようなら。